まさかね、こういうドライブインなところで焼肉が食える。というわけで、ライトが高いはい、大阪屋に来ております。初なんですけどね。あるわ。ありました、ありました。そうか、ホルモンがいいです。でも、ホルモン2人前と、ご飯だけ。あ、決まってました。白飯は、中で、中2つ、並ホルモンを2つ、2人前ぐらい。最近のレオの調子はどんな感じなの？最近ですか。もう本当にもう、バイト、まあ、バイトバイトみたいな。どこ、鳥取やと。鳥取ですね。成人式は1月の3日に終わりました。今日、岡山では成人式です。成人の日に何をするんでしょうか。まさかね、こういうドライブインなところで焼肉が食える、ね、24時間ってことですね。焼肉が24時間なのか分かんないけど、そうです、ね、向こうのフロアは24時間、まあ、わけです。ナミホルモンです。はい、はい、ライスです。でもちゃんと玉ねぎとかキャベツがちゃんとついてますね、うん、なんかね、ホルモンにも正しい焼き方があるんだ。そうなんだ、うん、まずこのね、脂身が少ないところ。あ、なるほど。まあ、本当正しいのか分かんないけど、あ、結構みんなホルモンを食べるときはコンをしてるんじゃないかと。あ、そうですね、旨味が溶けちゃいますもんね。そうですね、本当この上の部分は、この脂肪の部分は本当軽く炙ってあげるだけでいいっていう。あ、なるほど。名前が書いてあるの、何が甘かったかとか分かんないですけど、食べてみよう。そう、分からない。ちょっと入れてみます。ちょっとドロッと2種類あるんですね、種がね。うん、はい、どこつける。あ、こっちで、こっちで、こっちで。はい、まずじゃあもう新鮮なうち、はい、新鮮なうちいただきます。めちゃめちゃうまいですね。柔らかさが全然違うんですよ。やっぱゲルさんの焼き方で焼いた方が本当に美味しいですね。はい、はい、というわけで今回、大阪に撮影しました。ちょっとバタバタしますので、また、はい、またぜひ気になる人はチェックしてみてください。ありがとうございました。2号線沿いですかね。そうだね、24時間なんで。はい、グッドボタン、おるい